これはですね、メリクロンしたものですけども、なんだか分かりづらいかなと思いますね。まあ、黙ってりゃこれ分かんないとは思うんですけども、これはですね、まあ、ウチョウランのシュバナの後輩の実は球根のメリクロンなんですけども、これからですね、このデコボコしているこういう状態ですね、こういう状態ですね、これをですね、だん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 刻んでいって本格的にメリクロンをするという、まあその前の状態です。ウチョウランですとね、普通に分球するっていうだけですと、まあ、2球3球まあその程度ですかね。まあそれなんで、いい花を大量に作るっていうのは、何年も何年も瓶の中に入れて増殖させていくか、あるいはこのようにして球根をですね、カルスに、させていって、これまだカルスっていうことじゃなくて、カルスにこれからさせるためにこれを、どん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 処理していくわけなんですけど、そうすることによってまあ同じ品物が大量にできる、まあそういうことですね。